許可と認可の続きです。ですね、ここで考えなきゃいけないことは、許可と認可を受けてない無許可無認可の場合の司法上の効力ということをちょっとここで念頭に置きましょう。例えばですね、無許可、ラーメン屋さんが実は食品衛生法上の営業許可を取っていなかったという場合、あなた方がラーメン屋さん、そのラーメン屋さん食べに行くでしょ。で、ずる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 食べるでしょ。はい、ラーメン一杯、まあ何じゃ、500円にしようか、500円ですってやったときに、ここは、営業許可を取っていないラーメン屋さんだから、私はこんなラーメン、お金を、代金を払わなくてよいよっていうの、これ認められると思います？これは認められないんです。司法上の、私法上の効力っていうのは、その公法上の許可を取ってるか取ってないかということは無関係です。だから、売買契約の、つまり、その、皆さんがそのラーメン屋さんに対してお金を払う。そして、ラーメン屋さんは、皆さんに対してラーメンを提供するという、この売買契約は、ラーメン屋さんが、許可をもらってる、もらってないということとは基本無関係なんです。だからここでは皆さんはちゃんとラーメンを、代金を払わなければいけません。なんとなくなんか NHK のバラエティ生活表100巻出てきそうな事例ですけどね。で、これに対してですね、で今みたいなのをまあ取締り放棄と言います。昔実際そういう事例があったんです。まあちょっとね、事案は意外と複雑なんですが、判例100選です。13事件で。まあそのお肉についてですね、食品衛生法上の許可をもらってなかったから、代金を支払う支払わないで揉めた事例なんですが、今言ったようなことを言ったという事案です。ちょっとね、でも実は結構事案が複雑なんです。で、それに対して、統制放棄と呼ばれる、ここでは臨時物資需給調整法という、まあ、戦後間もない時代の話なんです。戦後間もない時代はですね、物資の、配給制なんていうのが取られてたりしまして、まあ、ある種のその闇ですね。闇販売。ここでは煮干しイワシです。まあ、多分生活必需品の一種だったんでしょうね。闇販売です、ある種の。で、これについて、その煮干しイワシの、売買契約については、これは統制放棄である臨時物資需給調整法違反であるから、契約は無効であるとしました。だからなんか民法で言うと多分91条になるんですよね。で、多分不当現金給付とか不法現利得とか、あそこら辺の話でなんか調整することになるんだとは思います。で、こういうふうにですね、なんでこんなことになるのかと、教科書に書いておきました。52ページの下です。結局は実定法の解釈なんですけれども、ある行政法規を遵守させるために、違反にどの程度の制裁を与えるかという問題でもあります。で、その臨時物資需給調整法というのは終戦直後の経済混乱の下での闇取引を規制する法律であって、違反に対して司法上の効力も否定するという強い態度で臨む必要があったということです。で、通常はそこまでとは考えられないわけです。で、その意味ではですね、さっきちょっと話をした農地法の3条の後に3条7項というのがあって、ここは3条の方の能点だな。まあ同じ規定が他にもありますが、第1項の許可を受けないでした行為はその効力を生じないって書くんです。これどういうことか、これだけ見るとね、なんだかよくわかんないんですが、これ私法上の効力を生じないっていう規定なんです。似たような規定はですね、地方自治法の238条の4。にもあります。238条の4の第6項では、第1項の規定に違反する行為はこれを無効とするって書いてあるんです。なんでわざわざこんなこと書いてあるんだろうって、結構珍しい規定なんですよ。なんでこんなことわざわざ書いてあるかっていうと、それはもう司法上の効力も絶対無効であると。もうその信頼保護とか表現保護とか全然関係ないの、ここでは。表現保護じゃない、信頼保護ですね、関係ない。だからここは注意をしてください。で、その意味ではね、最近ちょっと面白かったのは、マスクの転売？あれについてなんかあれはなんだっけかな、国民生活安定緊急措置法だっけ、なんか久しぶりに見た法律ですけども、てかまだ生きてたんだっていう法律なんですけども、あれに違反してそのメルカリとかヤフオクとかでそのマスク転売した行為は違法になるかっていう問題が実はあるんです。
統制法規か取締法規かっていうと、この趣旨で言うと多分統制法規になるような気がする。だから、マスクを市場価格の何倍とかで転売した場合、司法上の効力も無効になるんじゃないかなっていう感じはします。最近です。意外なところで結構関わってくる条文ではあるんです。さて、で、認可についてはですね、そんなもんかと、後の売買かと思うかもしれませんが、実はもう一つ認可については大きな、一つの領域っていうのがあってですね、それが後でやります、公共料金の認可っていうのがこれなんです。公共料金の認可っていうのは、鉄道のとかですね、路線バスとか、ああいったようなやつです。他にもいろいろありますわね。ガスとか電気とか。ああいうような、インフラ関係のサービスっていうのは必ず監督官庁の認可を受ける必要があります。なんでかって言えば、例えば例えば千葉大学だったらいろんな方法でここに来ることできるけど、大学とかによっては一つしか交通手段がなかったりする場合ってのがあります。そういう時に交通手段が一つしかなかったらどうします？どこの鉄道会社も運賃値上げ放題、つり上げ放題でしょ？これ地域独占している場合は必ずそうです。電力だって最近自由化されましたけど、東京電力だけ独占しているような場合は、東京電力ねって、値段つり上げ放題なんですよ。それやられると困るから、こうした公共料金、ある種、俗に公共料金って言われますけれども、民間企業が運営してたって公共料金というのがあって、つまりその法律上、その監督官庁の認可を受けなければ、その料金設定が有効にならないんです。電車のね、運賃なんかもそうです。だから電車の鉄道会社がその認可を受けないで、その公共料金の認可を受けないで、すごいその法外な価格で、その輸送契約とかね、そういうのを結んだ場合は、それは今の話でいうところを無認可になるから、司法上の効力も違法無効ということになると思います。これ結構実は深い話なんです。ここだけ一つの法分野があるぐらいで深い話なんです。さて、続いては特許の話に移りたいと思います。最初に注意しておきます。特許というと、結構ね、研究者の中でも間違ってる、誤解してる人がいるんで、時々。ここで言う特許は、特許法上の特許ではありません。特許庁の特許ではありません。ないんだけど、実在しないけど、東京特許許可局の特許ではありません。ここで言う特許というのは、ああいう発明品に対して、何か特殊な地位を与えるという、あの特許ではなくて、本当に特別に許すということなんですよ。でもね、もともとは特許庁とかああいう話と同じで、もともとはそのパテント、いわゆる特許庁の意味の特許と、この意味の特許ってもともとは近かったらしいんですが、今では運用は全然別物となっています。で、ここではですね、先ほど許可というのが、指示に本来備わっている自由を一般的に制限し、それを特定の人に対してだけ解除する。一般禁止の特定解除だって言ったじゃないですか、許可は。特許はそうではないんです。特許はですね、指示にもともと備わっていない権利を創設的に付与することを特許と言います。特別に許すっていうことなんです。どういうのがあるかというと、例えば道路や河川の専用許可というのがあります。道路はいろいろ複雑でいろんな段階があるんだけど、道路については基本みんなが通行する限りにおいては自由です。自由使用って言います、こういうのを。特に許可とか受けなくていいでしょ？許可が必要な場合ってのもあるんですけれども、特許が必要な場合、これは専用許可という、ここが紛らわしいんだけど、専用許可というふうに法律では書いてあるけど、これは特許のことなんです。例えば、道路をちょっと塞いで、出店を、お店を、お祭りの時にお店を開きたいとか、あるいは道路工事をしたいなんていうような時に、それは、その本来そうした自由は認められてないんだけど、特別にあなたに許してあげますよっていうような時に、専用許可というのがされます。公有水面の埋め立て免許なんてのもそうです。これは例えば海の上に埋め立てて工場を作りたいなっていう時に、海ってのは本来誰のものでもありません。公有水面です。本来誰のものでもない。あるいはこ、あ、まあ、言い換えれば国民みんなのものです。だけど、特別にある会社にだけ、その、
水弁をですね、埋め立てる権利を与えるんです。そしてその埋め立てた土地というものを自分のために使う権利というのを与えるのが、公有水面の埋め立て免許というんです。ここでも免許という言葉を使ってますが、工学上は特許です。あとは、工業権の設定なんてのがあります。工業権ってのは、これは天然資源を採掘する権利です。天然資源というのも、これも誰のものでもない。強いて言えば国家のものです。国が独占的に使っているものなんだけれども、これもまたですね、誰でも採掘できるわけではない。誰でも採掘できるわけではないから、それを採掘する力がある。まあ結構な大企業なんですけど、その大企業に任せるっていう形。これも特別に許すってことです。あとは、電気、ガス、鉄道事業の許可なんていうのもそうです。これさっきの話と関係してくるんですが、さっきはまあ個別の料金の認可って話だったんですけれども、電気とかガスとか鉄道事業っていうのは、外柄の性質上ですね、最近自由化も進んでますけど、事柄の性質上一つの地域について、一つの会社、東京電力とか東北電力とか中部電力とか関西電力とか、一つの会社が自然的に独占するっていうことになってます。ああいう独占権を与えるっていうのも、ここで言う特許なんです。で、特許っていうのはですね、本当特別に許すということで、その私人に本来備わってない、その、ある種もともと言えば国民全員、あるいは国家に所属しているものを特別にあなたにだけ許しますよというニュアンスが強い行為です。したがって、許可と大きく違うのは、その付与する、その特許、特別な許、許可を、特別な許可、特別に許す特許を付与する際には、裁量が非常に幅広く認められるという違いがあります。許可の場合は、一般禁止の特定解除で、それこそ、この前からやってますけど、もともと X は許可の場合ですよ。許可の場合は、もともと X はこの行為を行う自由を持っているので、行政庁はですね、なるべく不許可にしちゃいけないんです。なるべく許可しなきゃいけないんです。つまり、行政には裁量の幅が狭いということになります。なるべく許可できるものなら許可しなきゃならないってこと。公共の福祉の関係で、不許可にしなきゃいけないとき以外は、基本許可にしなきゃいけないっていう方向づけられてる。そういう方向に方向づけられてるんです。それに対して特許の場合は、基本、許可をあげようがあげなかろうが行政の自由ですっていうのが、伝統的な考え方です。なんでっていうと、それは X には本来的にそのような行為を行う自由はないからっていうことなんですよ。っていうふうに、まあ、伝統的には説明をされてきたんです。で、こういうのをよくですね、そのエネルギー企業など、インフラ企業などについては、教科書51ページに書いておきましたが、公企業の特許なんていうふうに説明をされています。こうしたインフラ事業は伝統的に国の事務で、国の任務、国の本来的に国の任務であると解されていて、こういうのを自然独占というんですが、インフラ事業の許可、まあ、特許ですが、これを得た事業者に対しては、大変な特権なんですね、ある種の。ある種の特権が付与される反面、国からの監督が強く及ぶということになります。だって公益事業ですから、好き勝手にやられちゃ困るんです。だから、例えば一番大きいのは契約締結の強制です。これは後で行政契約のところでもありますけれども、お医者さんなんか有名ですけどね、基本患者は手が空いてる限り患者の受け入れを拒んじゃいけない。診療契約の締結を拒んじゃいけないってのがありますが、電気とかガスとか水道とか、あの手のインフラ産業にもそういうの多いです。基本的に、契約の締結を拒んじゃいけないんです。あと、差別的取り扱いしちゃいけないとか、契約自由の原則というのが大きく制約される領域です。しかし、時代の変化によってですね、まあ、最近電力の自由化とかで皆さんもよくご存知の通り、こうした、その独占的にもともと国家がなすべき事業を、独占的にその特権を個別のインフラ関係の大企業に与えるという、この公企業の特許、そのままの形では現在は通用しないと言われています。ただ、まあ、まあ、結局言ってみれば頭の考え方ですね。頭の考え方として、その特許の場合は裁量が比較的広い。許可の場合は裁量が比較的狭い。こうした、もう、出発点となる考え方は、皆さん意識しておくといいと思います。